大谷組若頭大谷俊臣と申します。よくぞ。正直何の覚悟もありません。でも会いたくて。俺はヤクザ。そちらの世界の人間に手出しはハットなのにもかかわらず、俺はそれを破った。自分の立場を忘れ、ただの男としてああいった暴挙に出てしまう。もう遅い。俺にとってユリは例外だ。無駄だと思うけどね。二人の間には誰も入り込めない。それだけ俺とユリは愛し合っているからね。愛してる。大好きです。愛してます。